琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、作家の小原武史と、自己物件住みます芸人松原谷史です。よろしくお願いします。します。まあ、沖縄でも、なんか、そういう話いっぱいあると思うんですけど、なんか、見せてはいけないものとか、見てはいけないものとか、うん、なんか、そういう話ってよくあるじゃないですか。はいはいはい。で、僕、実際、その、見てはいけないお祭りっていうのに行ったことがあるんですけど、ほうほうで、これが、愛知県の、篠島という島で、うん、1月3日と4日に開催されてるお祭りで、大名行列と呼ばれてるものなんですけど、これが何が見てはいけないのかっていうと、神様を見てはいけないお祭りなんですよ。で、ここはですね、その島中の人、島中の厄年の人が、厄年、まあ、当時は厄年の人がいっぱいいたんですけど、最近はもう人口も減ってきてるので、厄年と前厄本厄、後厄とかも含まれるんだったかな、なんかそういうことになってるみたいなんですけど、厄年の人が、まあ、大名の、メイクコスプレをして行列となって、2列になって隊列を作って踊ると、うん、はい、でその間をまあなんていうんですかね、すごいふっさふさのでっかいカリフラワーみたいな形のご神体の神様が通るっていうお祭りなんですけど、これは1月4日にその神様が通る儀式が行われるんです、浜辺で、うんうんうん、なんですけど、その前日に予行演習が行われるんですよ。で、予行演習では、神様は、予行演習でもその、厄年の人たちが、島の厄年の人たち、男の人たちが、うん、男の人と限定なんですけどね。うん、この隊列を作って、踊りを舞う。で、その間を神様が一応通りますよという、神様の代だけが通るっていう予行演習があるんですよ。うん、で、この予行演習のある1月3日の晩、夜6時から、うん、まあ、15分か20分だけ、実際に、神明神社っていう神社と八王子社っていう神社があって、うん、八王子社が男の神様がいる、うん。で、神明神社が女の神様がいる。で、この八王子社の神様、お神敷様っていう神様が、うん、神明社にいる女の神様に会いに行くっていう、儀式というか、実際にその日に会いに行くとされてるんですね。で、この、お神敷様が女の神様に会いに行く瞬間、15分、20分だけ、島中の電気が消えるんですよ。で、その、こっそり会いに行ってる間は、誰しもが、その神様を見てはいけないと。見たら、目がつぶれるとか、やっぱり、ね、不幸になるとかがやっぱあるんですよね。はい。で、じゃあ実際にこのご神体が、神明神社に移動するんですけど、うん、移動し終わったらもう見ていいんですよ。うん、で、翌朝になると、その、メインイベントとして、大名行列の間を、その、神明神社に渡った神様が、間を通るという儀式なんですけど、うん、これ僕、ちょっと見ようとして、電気消えた時に、ホテルのロビーからこっそり、ちょっと覗こうとしたんですよ。そしたら、うん、ホテルの人から、あ、ちょっと何してるんですか、ダメですよ。マジで、ね、マジでちょっと怒られたっていうのがあって、あ、でもこうやってちゃんと守ってる人たちがいるから成り立つものなのかなっていうのを、すごい思った。体験でしたね。なるほどね、うん。現代もそういう人がいるから、はい、風習が守られていくんでしょうね。ええー。なるほどね。こういうのって、まあ、沖縄でもまだまだあったりするんじゃないかなっていうのをちょっと後で聞こうかなと。うん、ありますけど、はい。なるほど。まあ、でも時間の方が。時間がね、はい、残りはウェーブで話しますね。うん、ということですね。まあ、2週間、谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また呼んでください。はい、またいらしてください。また行きたいと思います。今夜のお相手は神崎仁志と小原武史と松原谷史でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。沖縄でもね、有名な島袋源七さんという人の書いたヤンバルの土足っていう、はい、まあ、有名な本があるんですけど、はい、あれに載ってる話で、北部でね、お祭りがあって、最後白い馬に乗った神様が村人の前を通るんですけど、うん、みんな
目をつぶって下向いてないといけない。あ、でも若い人が神様見てやろうと思って、はい、パッて開けたら自分のおばあが馬に乗って野呂さんだったからね、はい、それでおばあと目が合ったっていう話が載ってましたね。だからもうなんかサンタさんみたいな話ですよね。そうそうそうですね。見てはいけない。見たらお父さんだったみたいな。そう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 。うちのおばあが神様の格好して白い馬に乗ってたっていうね。はい。これなんなんでしょうね。そのさっきのお祭りもじゃあやっぱ誰か通ってるんですかね。これ関係者わかるんですよね。これね、いろいろ教えてもらったんですけど、うん、その神さん、お神事記様を運ぶことができる人、うん、役割の人がいるんですよ。でその人は、うん、その前日の、その日の、お昼の予行演習の時に、清めるんですよ、うん、海に入って、はいはい。で、清めた人だけが、お神事記様を触ることができるっていうことなんですよ、うん、その時間でも。で、実際に本当に夕方、というか18時、6時になると、うん、中部電力で電力会社が協力して、島中の電気をバッて消えるんですよ。おー、すごいね、それも。すごかったです。で、その間に、うん、その、庄屋の人、庄屋の人だとかっていう役割の、名付けられた役割の人たちが、うん、こっそり運ぶんですね、神社から神社へ。で、その、運んでる最中のを、なんか、過去に観光客なり、うん、が、覗こうと近づいてきたことがあったらしくて、うん、だからそれは本当にダメよっていうことなので、うん、僕が行った時は、見てる人がいないかどうかを見張る人たちがいました。ああ、すごいな。だから、ちょっと覗いた時に、うん、なんか光の玉がなんか3つぐらい動いてるんですよ。うん、あれ神様かな、関係あるのかなと思ったんですけど、それはまあ、注意受けてから、いろいろ、ホテルの人とかも聞いたりしたんですけど、うん、あれは、その見張ってる人の懐中電灯ですと。ああ、なるほどね。だからそれで懐中電灯照らして、いや、もう覗いてるたら、いや、本当にダメよって注意すると。うん、っていう人たちの光が見えましたね。これ、次の日には見れるってことでしょ？次の日にはね、ちゃんと出てくるんですよ。で、すっごい本当に、ふっさふさのしでっていうんですか。しでをもう重ねて重ねて、でっかい、大きいことをカリフラワーっていう表現いいのか分かんないけど、手品じゃないけど、ほんまにこれが移動してるのか、まあまあ、もともとこっちにいるのかって分かんないよね。あ、でもこっちに戻るんですもんね。あ、で、結局、その、浜を本番当日が1月4日の方で、その大名行列の2列の間をこの神様が通っていくんですけど、うん、でそのまま元にいた八王子社に戻っていくんですよ。はい、やっぱ戻ってるんだ。戻っていくんです。でそれがだから毎年行われているっていうことなんですけど、これが昔はその大名行列って言って、その隊列を作る役年の人たちは豊臣秀吉の格好をしたりとか、徳川家康の格好したりとか、なんでその人たちなのかわかんないけど、してたんですけど、僕が行ったのは2年前だったかな、だったんですけど、そんな時には、ちょうど、あれ、ジョーカーが流行ってたんで、うん、ジョーカーの格好してる人とか、洋物ですか、仮装やな。はい。あと、あれ、金ちゃんの世紀末のギタリストの人の、メイクしてる人とか。あとセーラーマーキュリーもいましたね、セーラーマーキュリー。そうなんだ。はい、だ, そだんだんこの、大名行列、大名行列の仮装の意味が、どんどんこう、拡大解釈されるんで、なるほど。いろんな仮装大会になって、チキンラーメンのひよこの格好した人とかいたりとか。なるほどね、那覇マラソンみたいな、はい。そう。でもこれってもしかしたらなんですけど、昔、その武将の格好してた人たちっていうのは、当時のコスプレなのかなっていう。うん、ああまあね、考えようによっては、ね。考えようによっては。だから現代では別に、セーラーマーキュリーだろうが、ジョーカーだろうが、いいのかなっていう。なんかそんな楽しそうでしたよ。なるほどね。祭りを参加されてる方々は。僕もセーラーマーキュリーからなんかおもちゃの剣とかもらいました。お菓子配って買ったんで。おっさんですよ。おっさん。セーラーマーキュリーの格好でおっさん。またなんか違う音向きやね。本当やね。こういう祭りが、まあね、
こんな現代風になり長も続いていってんやな。でも見ないっていうのであれ本当大名行列を見に行ったらダメなんですよね、あれ。あ、そうなの？違う。大名行列自体を。あ、そうそう、本物のあの、下にって、あの、あ、そう、これを上げると、切られたはずだ。昔はそうですよね。うん、そっか。あれ見ちゃダメなんですよ。だからその大名行列をする大名のコスプレをしてる人たちが、神様が通ると、頭下げるんですよ。おあ、本番の儀式の時でも。はいはいはい。見てる人たちも頭下げるんですよね。で、その間を、ふさふさの、大きい神様が通り過ぎていくっていうね。すごい面白い、あの、お祭りでしたけどね。うん。だけで。はい。そっか、その行列にふさふさの神様だってあんまり違和感ない感じよね、言われるとね。いや、そのふさふさの神様が。いや、で、最終的に、うん、その、ふさふさの神様通り過ぎた後、一旦待機してもらって、うん、で、その、コスプレしてた人たちが、ふんどしになるんですよ。ほうほう。で、その日の朝に植えて、浜に植えておいた、なんか、木3本を、ふんどしの男たちが、うん、みんなで引っこ抜くっていう。それは何だろう、引っこ抜いて、海に流すっていう。まあ、これが厄落としになるのかなっていう。なんか、で、その後また神様それ見届けて、元の神社に戻っていくっていうね。なんか一連の。厄落としなんでね。厄落としもあるのかなっていう。まあでもそうやってあのホテルの従業員さんとかが見ないようにっていうことをちゃんとやるから受け継がれていく祭りなんだろうね。いや、そうですよね。これがね、なんかフライデーとかがフォーカスして撮って、また出てもね、はい、文化的に困るだろうし。多分見たところで、あのふさふさの次の日に見れる神様だと思うんですけどね。まあ、なるほどね。そういう神秘的な、うん。だって電力会社まで参加するって。そうなんですね。なかなか。ホテルもエレベーターに6時から6時30分までの間は、電気止まるのでエレベーターを乗らないでくださいって張り紙される。あ、30分も止まるって結構 ね、時間的にあるね。そうですもんね。いろんなものが解明されてますけど、やっぱりそういうね、なかなか謎を残した儀式があるっていうのはいいですよね。なんかこっち側のろうそくだけが、さっきからボボボボ言ってる。燃えたんだよ。無事でしたね、この途中で撮影止まってから。はい、順調に、順調に大丈夫最後まで。まあよか。とりあえずよかった。とりあえずよかった。無事終わりました。無事終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、谷志くんまたね。また呼んでください。ぜひぜひ。そしてまた何か起きてほしい。ちょっと今回は、今回のこの10回分、ま、テンション上がりましたもんね。途中止まったのが。はい、ぜひ呼んでほしいなと思います、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。